食料を検知しました。たまるもんですか。敵の放送を検知しました。重要オブジェクトを検知。エージェント、あなたなら解明できるかもしれない。最近ネイビーヒルから発信された電波を拾ったの。モールス信号のようだけど、スクランブルがかかってて内容がわからない。暗号化されてるみたい。暗号は得意なんだけど、これには手を焼いてるの。このオフィスを閉鎖する。エージェント、モールス信号の内容を解読したぞ。はめられた守護者は決して他者に恨みを抱かない。兄弟に与えるために鍵を後ろポケットに入れているだけ。どういう意味なんだ。敵の放送を受信。エージェント、ネイビーヒルの近くにいるなら謎解きはどうだ。はめられた守護者は決して他者に恨みを抱かない。兄弟に与えるために鍵を後ろポケットに入れているだけ。発信元を検知。信号の発信元は天文台のどこかだ。
められた守護者か。要請を受信。はめられた人の絵か写真のことかもしれないな。ネイビーヒルには第二次大戦中に OSS の本部があった。戦略情報局だ。秘密のコードや暗号メッセージを扱う。ほら、映画に出てくるようなやつだ。1945年に OSS は解散となったが、数年後にその資産と人員を使って CIA が発足した。ホワイトハウスには興味深い読み物が多いな。PC の地図、45年9月15日版、不一致を検知。どういうことだ？詳しく解析する必要があるな。とにかく宝探しはそれくらいにしておけ。地下トンネルを検知。よし、これで出られるな。
拒否。キーカードが必要。敵が鍵を持ってるかもな。
あの地図を解析させよう。何かわかるかもな。蜂蜜があれば食べ物の味がぐっと良くなる。蜂の巣を持ってきてくれて感謝するぞ。サプライドロップ検知。収穫の時期は短い。穀物を保存できるようにするのは重要だ。とても大きな意味があるな。付近にサプライドロップを検知。物資がいろいろ足りないんだ。手を貸してくれないか。大変だったな。お前がいてよかった。